まずはレジェンドの戦いを皆さんに見ていただくわけですが、ここで皆様にお知らせが。チームブルーを率いる予定だったサガン鳥栖初代監督曽和博、曽さんが率いている桃山学院高等学校、選手権でベスト4進出はまってしまいました。まあちょっと嬉しい誤算なんですが、チームブルーは諏訪さんではなく別のあのレジェンドが率いる運びとなっております。さあ選手の皆さんは準備は OK でしょうか。それではいよいよ幕が上がるサガン鳥栖レジェンドマッチ。Thank you.
名馬主な山口哲春。2000シーズン制のキーパーとして卒業を卒業反応のスポーツを過ごしたのはレジェンド新人のピッチにゴールイン。さあ続いては新マスター小林俊介の起き当たり人ですよね。ジュラー戦で受けたの力強い入ってしまうゴール。2015年セカンドさんのあの役の支えが大きく増える。さあ続いては来ました佐藤浩二。8シーズンで2015年を超えて毎回のことを起こした。あなたの顔で出すことを尽くした。フルカーファントシー宮城出身佐野真嗣さんに1世代のポジションでした。まとめ熱い気持ちをここで見せつけてくれました。デパー森安博士。
ただきようかなと。さあ、いきますか。続いてはこちら、小林Thank you.
どうぞ頼もしい背中を掛けさあ、そして続いては
今掲げられています。今準備からしっかりと守れている人たち今も出てくれると思います。15分の半だ。キム・ギホさんの名前はありました。選手もそうですが、サポーター、関係者の方もこの25年の歴史の中で、さあ右から左に攻めるのがチームブルー、左から右に攻めるのがチームホワイトということになります。さあ2人のメンバーが今エンジンを踏んで気持ちを一つにしようとしています。両チーム早くしてください。はい、すみません、失礼してます。さあ、リリーでの持ち回し大きくて、さあポストプレー、まあ、走ってると取るだろう。まだ様子見でしょうか。どこです、位置が入った。ジャッジ難しいよ。誰かファールしてる。見せまくり。エキシビジョンとは思えないような、いやガチの戦いになっています。現地から声が上がっています。狙っていこうぜ。レドさんが行きたくても行きたくても、そんなに辛い佐々木とこういう立場も本当に一つですが、寒いものです。岡本選手、
ておりますが、監督、まだまだ監督と言いますが、どういう指示を送られたんでしょう。何をやってるのか、警告のお客さん、前から進みませんか。激が飛びました。一気に大物として、そんな感じがありますよね。さあ、現在チームブルー2点をリード。さあ、激がどういうような反応を起こすか。チームホワイト、15分はあっという間です。Thank you.
ちょっとレフリーの息遣いが荒くなってきましたが。石田入れてチームブルーリードI'm sorry.
を回しながら行こう。一周回しましょうか。おっと右中のプレスバックですね。現役中よく見ましたね、プレスバック。